ことでも受けていただけるようなんですが。あ、すいません、最後の発電の件をお聞きしたいんですけど、はい、スタンドメイキング自体に、はい、非常にいいものだとは思うんですけど、先生おっしゃったように規模の問題とかで比較的安価にできるとは思うんですけど、今度は昔のですね、蒸気こちらの方がちょっと設備的に大きいものになりますけど、そちらの方が多分最終的に電気を作る単価は安くなるんじゃないかなっていう気がするんですけど、そういう規模とかというものを踏まえてのお話なんだろうと思うんですけども、ペレット自体ということであればどっちの方が有利なんでしょうか。おっしゃる通りです。私はわがままですんで、私があえて国家試験も取ってボイラー技師になってまでボイラーやるの嫌やな、そんな感じだけです。もしかそういう施設資格が私の手元にあればそういう考えもできたんでしょうね。圧力を加えるボイラー系は国家資格がやりますよね。で、今言ったペレットボイラーは加圧式じゃないんで免許がいらないんですね。だからその免許がいらないっていうのは人を雇ったり何かあった時にとっても責任の問題が生じますから、だからできるだけ安全に、それから、スターリングエンジンのいいところは音がしないっていうことが決定的に大事で、周辺私のところは山に囲まれてて、静かないいとこなんですね。普通公演はこういう形でするんです。ハチョウトンボがもうすぐ飛びますね。ハチョウトンボ知ってる人？はい、世界で最初のトンボがもう金沢でも飛んでますか？局長飛んでませんか？こういう場所なんで、非常にローカルな場所でいいのが変わったことをしてるっていうのはみんな知ってるんですが、なんか音を出すとかなんか危ないものを置くとなんかすぐこう矢のような冷たい目が来る可能性があるので、採算の問題以外にそういうからへんも加味すると、最近流行り のスタイリングエンジンっていうのをみんなに知ってもらうっていうのも悪くないなというふうに思ってやっています。それからついでに言うと、こういう素敵な60人泊まれる場所でこんな素敵な写真だからですけどこういうところがありますので皆さん研修に来ていただいたら赤目の森にお金を落とすということは里山を守るということにつながるので、ぜひ皆さんでまた来てほしいなというふうに思ってますが、だいたい赤目の森の年間の売り上げは4000万
ほどあります。で、従業員が、4.5 人ですね。で、半分は委託事業です。で、2000万がだいたい介護事業とか、それから赤目の森作業場でやってるということで、私は NPO センターの役員もしてて、そちらから半分お給料もらってますが、まあ、私の給料は年から年中ずっともう10年来22、3万で推移してて、この1990年以降病院の事務長をしたり薬のやり取りしてた時は1300万ほど稼いでたんで、まあそこでずっと頑張れるのが楽しかった人生なのか、たまたまこんなゴルフ場との関わりができて、こんな人生で220万やそこらで、まあまあいいのかな。まあそんなところです。ありがとうございます。他にもしかしたらご質問ある方いらっしゃるのかもしれませんが、あいにくとお時間がなくなってまいりました。飯野先生、今日は本当に多忙なスケジュールの中、遠の三重県よりお越しいただきまして、また素晴らしいお話、楽しいお話を聞かせてくださいまして、ありがとうございました。皆様、今一度、最後に、本日の講演会を金沢市から委託され、企画、運営しました、NPO 法人サンキューアース理事長、ウッドペレット石川の代表理事でもあります山本久志さんから一言ご挨拶をいただきます。本日はどうも長時間にわたりまして、ありがとうございました。ちょっと午前中からですね、いろいろ時間を、もう少し短縮してやればよかったなという反省がございます。今回の講演会は今紹介ありましたように金沢市の方から委託を受けまして、木質バイオマスエネルギーのですね、普及拡大をやろうということで、私たちが仕事をさせていただきます。で、今日が第1回目でございまして、次に10月の14日に、芸術村で、やはりまたフォーラムを行いたいと思っております。で、さらにですね、1月ぐらいになりましたら、実際に企業の方にいろんなところを見てもらいに回ろうと思ってるんですけども、それはどういうことかと言いますと、例えば県森林と言いまして、県の森林組合連合会というところがそのペレットで冷暖房を行っております。そういうことが実際できるというところを見たりですね、ここに木崎さんいらっしゃいますけど、自省園というその設備で自分でそのペレットを作る機械を作り、そしてボイラー、重油のボイラーをペレットボイラーにこそっと入れ替えて、でその自給自足されていると、そういうことが実際できるんだということをですね、見て回るバスのツアーを計画しています。で、まあ半日か一日か分かりませんけどかけて、そういうのを皆さんで見て回って、で実際にそういうことをやるという企業家の人たちが出てくればいいなと。で、実際にですね、今年の1月の29日に古川雅史さんという再開産業 その開発隊長という人を呼んで、ここで講演会をやりました。で、その時に、後ろに船本さんのですね、ペレットとかも木が並んでいるんですけども、1月29日に実は船本さん奥さんと2人でここへ講演会を聞きに来て、で感動してですね、よしやるぞということで、あくの日にストーブをまず3台注文して、でその2日ぐらい後にですね、アースエンジニアリングさんにそのペレタイザーをちょっと見に行くのでという手紙が古川さんとかに出されたんですね。でその話を聞いたもんで、僕はその船本さんという人顔も知らなかったんですけども、電話番号調べて、で今日その行かれるんだったら一緒に連れて行ってというんで、連れて行ってもらったんです。で一緒に見て、でそれから1週間ぐらいしたらですね、今度はチッパーって言って粉砕機を氷見まで見に行くから一緒に行こうかって言われて、でまたついて行ったんです。で大体多分1000万ぐらいの投資をされて、
機械を買われました。で、先日6月の2日でしたっけ、船本さんのところへですね、見学に行って、で、まあ、大きな製材所の中にそのペレットを作る設備ができておりまして、で自分でいろいろ乾燥したりする設備を考案されて、なんかものすごく楽しそうにやっておられまして、でもう立派にそのペレットの袋を自分で印刷されてですね、まあ、そこに並んでおりますけど、というようなこうもうすごいこう早い活動をやっておられておりまして、であんまり金ならんけどもこういうこともせねやなってカッと笑われたのがものすごく印象に残っております。で、まあ、私たちも実際にもう先ほどの局長の話じゃないですけども、ペレットを実際に我々が使うというところで消費需要を起こさないと品物が回らない、骨が回らないということで、僕たちはまあ NPO ですから、ぜひみんなにそういうことを宣伝、普及宣伝しようということ で、ウッドペレットサポーター会というのを作りまして、で100人のサポーター会を作ろうということで、まずペレットストーブを買える人は買う、だから2つ目に自分で買えないけども公民館とかいろんなところに進めて回ることができる人はそうしよう、3つ目にペレットについての勉強会をしようということで、まあ、こういうことがでやりたいぞと思う人は誰でも入れるということで、それもペレット、サポーター会というのを今作りました。で、まあ、今日もですね、実はペレットストーブを2台ですね、発注注文っていうか受けまして、まあ、もちろん私らたちが売るんじゃなくて、その代理店の人にまたやってもらうんですけども、まあ、そういうことでですね、実際に私たちが動いて広げていきたいなと思っております。近々またペレットとは何かというパンフレットも作りますので、また皆さんにお届けできたらなというふうに思っています。で今日は本当に長い時間、長時間にわたりになっていろいろと、雨の中ご協力いただきありがとうございました。本日はこれで終了いたします。どうもありがとうございました。それでは畳の里山を育てる会飯野裕二様をお招きした本日の講演会をこれにて終了とさせていただきます。なお会場工房で、飯野様の著書であります里山の伝道師というご本と、これ畳の里の植物という本の販売を行っております。また先ほども紹介ありましたすずの船本工務店様のペレットを展示してございます。どうぞご覧ください。また1階のロビーでは花沢さんのペレット、杉の間伐材で作られたペレットを、ご希望の方にお分けするということでご用意しておりますので、どうぞご希望の方を入れましたらお持ちください。最後に受付の際にお配りさせていただきましたアンケートと、先ほど山本さんからも紹介がありましたウッドペレットサポータークラブの入会受付も行っております。皆様のご協力をお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。お気をつけてお帰りください。